はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうりでございます。肉で羽美代様、松本様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。肉で羽美代様はひょっとしたら初めてかもしれません。松本様、何度もご支援ありがとうございます。政治団体名称変更に伴い、ご支援口座の名称も日本改革党に変更いたしました。名前変えましたって、政治団体 の、 書類持ってですね、郵便局行って、やってきたんですけども、整理のため、郵便貯金のですね、敷島会って口座もあったんですけど、そちら閉じさせていただきます。年末ということもありまして、あと透明変更のあれがあれで、閉じさせていただきます。こちらの方に何度もご支援いただいた方、誠にずうずうしいお願いですけれども、敷島会にご支援くださってる方は、今後は日本改革党の口座の方にお願いできますでしょうか。ずうずうしくてすいません。ゆうちょのですね、1132001298471、日本改革党、普通の銀行から振り込まれる場合は、ゆうちょ138普通0129847日本改革党で、ございます。よろしくお願いいたします。ずうずうしくて、申し訳ありません。こちらですね、ちょっと昨日今月の言ってきたんですけど、寝込んだ時の腹の痛さの5割ぐらい今腹が痛いであります。これひどくなって、また食えなくなって寝込んじゃうのかなって、今ちょっと憂鬱なんですけどね。あとですね、今日の参院予算委員会で、小野田議員、参院議員、自民党のですね、アメリカと日本のハーフの女性の議員さんなんですけれども、NHK スクランブル化について言ってくれたそうであります。私も20年テレビねえし、ネットから撮ろうとしてるみたいだけど、とんでもねえし、って言ってくれたみたいであります。デモをやる、私抗がん剤治療終わったらデモ、スクランブル化しろってデモをやろうと思ってるんですけども、来てくんねえかななんぼなんでも他の党だから無理かなーって思ったりなんかしてね。産経報道、とある弁護士を含む5名、弁護士もいる5人、特定の一般人も含む入管施設仮釈放外国人787人の保証人を引き受けた。5人で、1人100人以上は引き受けた。そのうち195人が行方不明、200人近いですね。他の7割の保証人は逃亡者を1人も出していない。他はまともだってことなんですよ。この5人が特別悪いってことなんですけどね。現状法的責任は問えないだそうであります。まあこういう報道はありましたけれども、ネットの反応です。ほーらな、完全にわざと。こういうのは名前さらせよ、何一つ保証してねえよな。責任ない保証人って何の意味が、身元保証できてないじゃん。借金の場合は当事者が消えたら保証人が払うんだろう。弁護士が代わりに収容所に入れよ、代わりに弁護士を入れとけと。あまりに成績悪すぎますね。一人で100人以上引き受けて、で5人がかりで200人近く逃がしたってことになりますか。もはや逃がし屋じゃないですかこれ。不法滞在のですね、犯罪外国人をせっせと地下に潜伏させるお手伝いしてんのが日本破壊工作中なのか。不法滞在人民兵士が捕まる。そうすると仲間が身元を保証する、逃がすっていうループかもしんないですね。これは日本破壊活動外観誘致罪だなんて言ってる人もいましたけども、スパイ防止法がなるはやで必要であります。日本を改革しなければなりません。外国人に関しては保釈もやめろって、性善説に基づいた保釈なんか認めんなって。ゴーンにまんまと逃げられたのに懲りてねえのかよ法務省。バカ。 DNA 採取後ですね、これは二度と入国できないように問答無用でプサンにでも放り出してくれればいいんですよ。アメリカはそうやってますよ。不法滞在外国人、
どこそこ出身、あそっかっつってそこの国のあの港に放り出してくる。やってますからね。日経報道、日本学術会議、まだあったんだ。コロナに関する政策を提言できず。のなしですね。ネットの反応、10億円の予算なのに。菅さんは正しかった。必要ない組織ってことだね。この役立たずが。さっさと解散しろ。憲法学者や社会学者にコロナなんかわかるわけないからな。レジ袋撤廃が成果だって自慢してた。任命しろって騒ぐ元気って何か提言できたんじゃないか。そうだ、あの無駄なエネルギー使ってんだけどさ。左翼とテレビの逆が常に正解。とりあえず学術会議ってだけで即潰せっていう風潮ができたのはいい傾向と、こんな意見ありました。学術会議で大威張りしてんのは憲法学者、法学者、宗教学者、社会学者などの文系だそうであります。まあ、あの上層部っていうか仕切ってる連中がね。いらね地形開発者の影谷秀樹、筑波大准教授、うちら工学系はインプットとアウトプットが明白だから観念的になりようがないもんね。ちょっとこれこちらはですね、あの食事しながら聞いた話なんですけど、まあとあるシステムを作ると、で入力すると、まあ電源入れるとかね、データ打ち込むとかね、で思ったような働きしにかったと、それが明確にはっきりしてる。だから観念的になりようがねえんだ、うちら理系は1たす1は2だ、いう話でね。それに対してですね、憲法学、法学、宗教学、社会学などですね、絶対の答えが存在しない学問は観念的になりがちであると。法学にしたってですね、人を殺めたら罰が下るとか、まあ絶対ではないですもんね。状況によっては許される場合もあるし、許される国もあるし、許される状況もあると。とある法学部出身の方が言ってました。卒論は〇〇大学〇〇教授によればとか、権威を引用するしかなくて絶対ってない。法学に絶対はない。1たす1は2っていうのはない。質量は保存される、ない。光より速いものはない。それがないってね。文系をバカにしているわけではありませんけれども、文系はいかんせん観念的になりすぎ、なりがちだって話ですね。だがなんでですね、私もですね、財務省の最大派閥が東大法学部なのか常々疑問に思ってんですよ。法学部に、お金の計算、経済のこと、わかんのかな。その文系学者がやったことはですね、まあ、学術会議なんですけど、船舶の燃費を画期的に改善するバブルジェット技術研究を軍事利用だっつってですね、東北大に乗り込んで補助金を奪ったっていうことをやらかしてますね。軍事利用されるって根拠ないんですよ。観念的、感情的、大声で、非常に観念的で言います。軍事利用のどこが悪いのかっつうのも意味不明だしね、そもそもの話。とりあえず学術会議は潰す。連中はですね、歌を読んで政治やってる気になってた平安貴族の残りカスですんでね、リアリストの我々に圧倒される運命であります。ひょっとしてですね、スパイ防止法で根こそぎできるかもしれませんね。前の外国人の逃がし屋の弁護士とか、学術会議のろくでもない連中とか、スパイ防止法で根こそぎでいくかもしれないですね。影谷先生には飯食いながら新党名も相談しまして、中国共産党から日本国民を守るとっていう提案をいただいたんですけど、申し訳ありませんが却下させていただきました。敵は中国共産党ばっかりじゃないんで。組合員680万人の日本労働組合総連合会、吉野智子会長、衆院選の現場で比例は共産党はがきが配られ混乱した。野党共闘は共産党の共産社会実現の手段であることは明白。共産党は上位下達、ボトムアップの民主的な我々とは根本から異なる。共産社会目指す共産党から共闘を妨害するんだと批判されるゆえんは
全くないと。その通り、結構言いまくってんな。よっぽど腹が立ったのかな。連合はですね、立憲支持の基地外労組と民民支持の現実路線労組で内部分裂しております。立憲支持は自治労日教組、放送労連、これはあのテレビとかラジオとか、通信労連、これ NTT とかドコモとかそこら辺ね、民民支持は自動車、電気、電力、その他、ここら辺はですね、原発動かしてもらって電気量を下げてもらった方が嬉しいんですよ。自動車とか電気とか電力とかね、これらは一緒に連合っていう組織になってんのがまずおかしいんですよ。おかしい。なんで利益が相反するのに。で、自治労日教組なんかはですね、凝り固まってっから反原発つってんじゃん。日本が良くなると困るっていう、あの外国のスパイどもですからね。分けてスッキリじゃないのかね。連合はですね、立憲と民民を支持っていう二股やめる。無理でしょ。どっちか切ればどっちかが勝手に出てきますよね。連合はですね、あのむしろ日本改革党を応援しろよ。したらね、あの労働者のために原発で電気料金安くして、国内に工場を達成させて雇用を呼び込んで、減税して皆さん結婚できるように可処分所得を増やして、外国からの労働力輸入を排除して日本人の給料が下がることを防ぎます。日本改革とは、連合会長の批判に C 和夫が反応しておりました。共産党の運営が民主的でないって根拠を示せ。こう共産党は民主主義を大切にしている。事実無根だ。つまりですね、あの共産党が民主的でないっていうのは事実無根つってんですけど、ネットの反応です。図星だからマジギレ。赤の C さん顔真っ赤。20年以上独裁してるお前が根拠だ。民主的でないっていう根拠。20年以上独裁してるからね、C和夫。まあ、不破鉄道なんですけど、悔しかったら代表選挙してみれば。枝野は何だのかんだの、引きずり下ろされたのにな。あと何年独裁するの。透明。共産党って透明で、我々は民主的だ。これ矛盾してますよね。暴力革命は民主的でない。疑われた側が潔白を証明しないといけないんだったよね。これ確か辻元清美が言った言葉ですね。疑う方は何もしなくていいみたいなね。笑った投稿なんですけど、このカバ何言ってんだ、逆立ちしてる。まあ逆立ちするとバカになるんですけど、都合悪いこと言われたらとりあえず事実無根絶叫するのは共産党の上から下まで共通のお約束であります。今年の6月23日豊島区議会での様子をちょっとご覧ください。共産党は滅ぼすべきだ。共産党議員がですね、まあ、嫌がらせ目的で議会中断を言い出して、それを否決されてもなおつべこべつべこべ騒いでた有様であります。休憩要求して、この前議会休憩通っちゃって、5時間足止めされた、嫌がらせされて共産党にっていう前例ありまして、はい、そうじゃなくて共産党がもし権力を握ったら、あなたから全てを奪い、あなたを奴隷に落とす。逆らえば殺される。だから見張ってんです。こう言ってくれれば分かりやすいんですよ。共産党は危険だ、滅ぼすべきだという私のことも取り残さないでほしいものであります。改めまして賛成者がございますのでお別れをいたします。議長、ちょっとその前にご意見でございませんか。なし。議長、その前に、なんでこれ言うの。いや、いや、いや、いいなって言ってくれ。ただいま異議がありましたので、これより採決に入ります。議部議員より提出された休憩動議について可決することに賛成の方はご起立願います。賛成、賛成ですよ。ご着席願います。委員長、9
起立少数と認めます。与党よ、本動議は否決されました。会議を続けます。退場する私ですね、実は床につまずいて突っこけてます。多数決に従わない、これのどこが民主的なんだか、本当に連中の脳みその中身が謎であります。圧倒的多数で休憩動議否決されてんのに、まだギャー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 言ってさ、脳みその中身じゃなくて使ってる言語がですね、一見日本語喋ってるみたいなんだけど実は違うのかなーって、そんな疑いすらあるんですけどね。旧約聖書バベルの塔、天に届かせる傲慢を怒った神は彼らの言葉を惑わせ、人々は散り散りになったっていう話ありますね。バベル2世の元ネタですけど、共産党はバベルの塔てかちら、あ、これはですね、おじさんがですね、なんかうまいこと言ってやったっていう時にですね、ちゃんと分かってくれてっかなということで、チラッとこうですね、うまいこと言った後に確かめるという、そういう行為ですね。まあまあ共産党はそういうとこで恣意数を終わらして、何の根拠も示さずに人に根拠を示せとか言ってて、したら自分らが我々は民主的だ、これこの通りって根拠を示すべきなのに、事実無根だって騒いでる。まあ上から下までその通りなんだ、そういう話でありますね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。